都道府県道とは、日本における道路の種類の一つ。道路法で指定された道路で、都道府県知事が認定し、その都道府県が管理をしている。県道路線番号標識の設置例地域的な、幹線道路網を構成し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事がその都道府県の区域内の部分について、当該都道府県議会の議決を経て、 路線を認定した者のことを言う。ただし、政霊指定都市を通過する者、他都府県の区域にわたる者については、それぞれに協議等の手続きを定めた規定がある。そのうち、都が認定した者を都道、道が認定した者を、道道、府が認定した者を不動、その他の43県が認定した者を県道という。島田は、 人口5000人以上の町とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法、第2条、第2項に規定する重要港湾もしくは地方港湾、漁港漁場整備法第5条に規定する第2種漁港もしくは第3種漁港もしくは飛行場、鉄道もしくは軌道の主要な停車場もしくは停留場または主要な観光地と連絡する。 道路主要港とこれと密接な関係にある主要停車場または主要な観光地と連絡する道路主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地と連絡する道路2以上の市町村を経由する幹線でこれらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港または主要停車場と連絡する道路主要地、主要港 主要停車場または主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、一般国道または全格号の位置に規定する都道府県道と連絡する道路前格号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路これに従い、例えば東京都では次のように認定要件を分類している主要地と主要地と連絡する 道路主要地と湾岸等連絡する。道路主要地と飛行場等連絡する。道路主要地と主要停車場等連絡する。道路主要地と主要な観光地等連絡する。道路主要港と主要停車場等連絡する。道路主要港と主要な観光地等連絡する。道路主要停車場と主要な観光地等連絡する道路2以上の。市町村と主要地等連絡する道路2以上の。 市町村と主要港と連絡する道路。2以上の市町村と主要停車場と連絡する。道路主要地と高速自動車国道、国道または全角路線と連絡する。道路主要港と高速自動車国道、国道または全角路線と連絡する。道路主要停車場と高速自動車国道、国道または全角路線と連絡する。 道路主要な観光地と高速自動車国道、国道または全角路線と連絡する道路地方開発のため特に必要な道路国道などの道路との違いは整理番号と呼ばれる路線の番号と路線名の両方を持つ。整理番号は1桁から3桁までの路線がほとんどで路線数が最も多い北海道のみ4桁の整理番号が存在する。 路線名の多くは、起点と終点の地名を並べたものとするものが多く、場合により、経由地を挟むことがある。ただし、沖縄県だけは、かつて戦後のアメリカ占領時代の歴史の名残で、路線名のない番号だけの県道が多い。路線に指定される道路は、昔からの街道筋が指定された道路や、地域間の生活道路が多く、かつて一般国道だった旧道が、 国道指定を解除されて都道府県道になるケースもある。路線の規模や道路状況は様々で、東京都道311号環状8号線、大阪府道2号大阪中央環状線など、一般国道をもしのぐほど大きな規模の道路や、首都高速や阪神高速などの都市高速道路も都府県道扱いである。これとは対照的に、 都道府県道に指定された道路の中には、通行困難区間も存在しており、境愛道路やオフロードの区間も多数存在する。このほか、指定されている区間の中には、登山道相当のものや、人の通れる道がないもの、住宅地や、商店街にある路地と路地をつなぐもの、ゴルフ場、牧場などの場内を通り抜けるものなどがあり、その多くは事実上、道路としての機能が、 大幅に抑制されているか機能していない。主に道路党破を趣味とする者たちの一部には、整備不十分な国道を国道と揶揄した表現をすることがあるが、県道については、県道という表現がある。不道については、府道、都道については、都道、道道については、道道という表現もある。主要地方道と一般県道の路線番号標識の 設置例都道府県道の管理はその路線の損する都道府県が行うが、政令指定都市の区域内においては、一般国道の指定区間外と同様にその路線の損する市が行うほか、岡山県などは政令指定都市以外の市でも管理を移管している場合もある。なお、路線の一部が臨県にまたがって通る路線は、片方の都道府県が管理をしている場合もある。 都道府県道のうち、主要なものであるとして、建設大臣が指定した道路を主要地方道という。主要地方道と、特例都道以外の都道府県道は、一般都道府県道と呼ばれる。また、都の特別区内で完結する都道は、上記の道路法第7条第1項によらず、都知事が、路線指定を行い、このうち主要地方道以外のものを特例都道というが、 実質的な機能は、一般都道と同一である。幹線道路の役割を担う道路として、国土交通大臣が指定した都道府県道で、道路地図の多くや都道府県道番号標識では、緑色の線で表示される。原則として1から100の整理番号が付与される、路線で、例外として、北海道は1号から151号までの番号が、 福岡県は1号から100号と151号が付与されている。また、東京都のみ、整理番号300番台の路線を特例主要地方道としており、東京都道317号環状6号線、東京都道318号環状7号線、東京都道311号環状8号線などがある。主要地方道では、道路の整備、 維持費用の一部が国庫より補助され、一般都道府県道と違い財政面で優遇される。都道府県道ではない主要地方道に指定された、政令指定都市が管理する市道などいくつかあり、横浜環状1号線、京都環状線などの路線がこれに当たる。都道府県道には3つの名前がある、と言われる。東京都道5号を例に挙げると、整理番号、5路線名。 新宿大梅線通称、大梅街道、新大梅街道である。整理番号の不満については、各都道府県によってまちまちで、規則性などの特別な決まりはない。一部で、例外はあるが、原則として、主要地方道には1から100番までの番号、一般県道には101番以降、裁判するように国から各都道府県に通達されている。 山梨県などの一部の県では、県内の地域ごとに100番台、200番台という、具合に割り当てられる例もあり、この場合は、番号が投資番号とならず欠番が多い。また、都道府県道扱いの自転車専用道路に対して、大きな番号を割り当てる県もあり、茨城県の例では500番台が付与されているように、番号で明確に区別されている。神奈川県や福井県では、 県内を走る一般国道と同じ県道番号は混乱を避けるため決番にして県内に同じ番号を持つ国道と県道が存在しないように工夫をしている。なお、神奈川県と大阪府では整理番号と県道番号を分けている。また、東京都道の新宿副都心13号線は全体が路線名で整理番号がない。このか。 東京都道である首都高速道路の路線、大阪府道や兵庫県道である阪神高速道路の路線にも整理番号は不番されていない。北海道においては整理番号の他に路線管理番号が存在し、特に一般道道においては路線管理番号を標識に使用する場合がある。例えば、北海道道486号豊田東間線では全線にわたって 路線管理番号である3486が標識に使用されている。鹿児島県では主要地方道と一般県道については整理番号が通し番号となっているが一般県道の自転車道である大規模自転車道の整理番号については一番から別に不満しており鹿児島県道1号を呼び鹿児島県道2号は2路線存在する。通常路線名は 起点と終点の名称を組み合わせたものとなる。ただし、起点と終点の他に、重要な経過地の名称を路線名に含めることがある。他、主要港や主要停車場を起点として、他の国道や都道府県道などの主要道路と連絡する路線の場合は、港線、停車場線といった路線名となることもある。とりわけ、停車場線と名の付く路線は、 都道府県道だけに見られる路線名であり、JR やその他私鉄に関係なく全国各地の鉄道駅とを結んでおり、いわゆる駅前通りと呼ばれる短距離の路線が多い。大規模自転車道など地方開発を目的に自転車専用道路として整備した道路を都道府県道に指定した路線もあり、この場合は自転車道線といった路線名となり、 鉄道配線跡や川辺の堤防などが転用されているところが多い。なお、路線名の付け方も整理番号と同様、国から各都道府県に通達によって指示されている。路線名と通称はその範囲が一致しないことが多い。都市部以外では通称のついていない区間も多い。市町村合併によって自治体の改変が生じた場合は、 路線名が変更されることがあるが、誤解が生じる恐れがある場合や地域名の定着状況によってはあえて解消しない事例も見られる。例えば、兵庫県では市町名が消滅した場合は、路線名を変更していたが、篠山市が丹波笹山市に解消された場合は、近隣の丹波市を経由する路線と間違えられるため、変更を控える方針である。 千葉県の古いタイプの県道標識の例福島県道38号線の路線番号標識都道府県道整理番号標識は第3次主要地方道認定が行われた1971年に制定され同年6月に整理番号を改正した兵庫県を皮切りに各都道府県で設置普及が進んだ1994年の和歌山県と福井県を最後に 全都道府県で路線番号標識が設置された。標識の衣装は青色字に白色の縁取りがされ、角に丸みを帯びた正六角形をしており、各都道府県とも上段に、県道の場合、県道のほか都道、道道、不道の文字、中央に整理番号、下段に都道府県名を白色文字で記入された、標準のもので全国的に統一されている。 ただし例外もあり、千葉県などで見られる中央に路線名を配した、県独自による古いタイプものが残っていたり、福島県では、路線番号と路線名を別々に記載した、県独自の二段重ね型の六角形標識も見られる。また、特殊なものでは、1990年の国際下と、緑の博覧会を機に、上段の不動を、ルート、 不明を大阪に置き換えた大阪府道の標識や、やや縦長の六角形をした北海道道の標識があったり、静岡県道223号では、海上フェリーに建てられた標識の中に絵を描いたものまである。一部の道路愛好家の間では、一般国道の標識を俗に、おにぎりと称するのに対し、都道府県道の標識を六角形の形から、 英語読みのヘキサゴンから取った俗称として、ヘキサと呼ばれることが多い。かつて都道府県道の路線番号案内標識が存在しなかった時代に、複数の都府県にわたる路線では、各都府県で整理番号が異なることが多かった。東海地方や中国地方、四国地方、九州地方では1970年代前半に路線番号の統一が行われていたが、 東日本や近畿地方では1994年まで大半の都府県道の整理番号がまちまちの状態であった。その後、都道府県道の路線番号案内標識が立てられて整理番号が表示されるようになると都道府県境をまたぐ場合に番号変わってしまうことによって案内上の不都合が生じてきた。そのため1993年頃に建設省が このような路線ではできるだけ同一の整理番号になるように都府県間で調整するよう通達を出したことから1994年4月以降は境界をまたぐ都府県道のほとんどで同一の番号を使用するように整理番号の変更がなされた。例えば主要地方道その辺の瀬線の整理番号については京都府は54号大阪府が3号であったが 1994年に54号に統一された。しかし現在においても、山梨、神奈川、静岡県をまたぐ県道山中ここ山線のように、同一路線であっても県によっては、整理番号が変更されず、他の都府県間と番号統一されていない県道もいくつか存在している。ウィキペディア日本語版では、記事名を、東京都道5号、新宿大目線。 東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線、栃木県道、群馬県道、埼玉県道、茨城県道9号佐野古賀線、東京都道20号、神奈川県道525号府中相模原線のようにしている。4県3都府県。ありがとうございます。